はい、動画をご覧の皆さん、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。勇者アキラです。おっす。今回はね、私また煙プロダクトさんのドリップチップのレビューをしていこうかなということで、以前私510のシリーズはね、レビュー動画上げさせてもらったんですけど、今回はね810のシリーズをレビューしていこうかなと思いますね。ほんでまあその時のね、過去の動画でも喋ってたんですけど、まあちょっと補足で今回もちょっと喋らせてもらうんですけれども、煙プロダクトさんというのはね、まあ日本のメーカーさんで、すごいこう高クオリティなね、ドリップチップをメインに、まあケネディのキャップとかも作ってたメーカーさんなんですけれども、まあもう、製造をしてないということで、まあ今残っている在庫が完売したらもうそれで終わりということなんでね、まあ今出回っているものが全て絶版扱いになってるんですけれども、まあ今回ベープショップ伊賀屋さんがですね、最後の在庫を入荷したということで、今回こちら伊賀屋さんからご提供いただきました。あざっすということでね、まあそういうことで、まあ今伊賀屋さんに、あるやつがなくなっちゃうと、もう新たに入荷するとか、まあそういうことがなくなっちゃうみたいなんでね、まあ気になる方はお早めに、要チェケラっていうことなんですけれども、ちょっと順々にね、ちょっと出していきましょうか。はい、じゃあまずね、これですね。これがね、810の、タイプ1というものでございます。こちらが、ストレートタイプ。吸い口がストレートになっているもの。そして、こっちがテーパーがかかっているものと。まあ、この2種類を、まずご提供いただきましたということでね。まずこれタイプ1のノーマルね。次がこちらですね。これが810のタイプ1のショートというものですね。ショート。これもストレートとテーパーと2種類でございます。だからこの810のタイプ1のこっちがノーマルタイプでちょっと背が高いやつで、こっちがショートタイプのやつという感じです。まあ両方ともね、ストレートタイプとテーパータイプとございますね。で次がこちらですね。これも、810のタイプ1の、シップ RDA っていうのがあるんですかね。シップ RDA 用と書かれておりますけど、私残念ながらシップ RDA というものを持っておりませんので、ちょっとあれなんですけど、タイプ1のシップ RDA 用のストレートとテーパータイプと、まあ、これも2種類ございます。そして、次がねこちらですね。これがね、今度は810のタイプ2というもののクリアタイプで、ここはテーパーがかかっているものになっておりますね。で次がこちらのね、タイプ2のこれリングシリーズというものになりますね。こんな感じでこうリングをつけたり外したりして着せ替えができるというタイプのものになっておりますね。これがベース部分が、ブラスのものと、でリングがシルバーのもので、ベース部分がシルバーのものと、リング部分がシルバーのもの、それとあとリング部分がクリアのもの2つね、ご提供いただきましたんで、はい。まあ、ということでね、今回ご提供いただいた810のシリーズもう1個あった。おっと、危ない危ない、もう1個ありました。皆さんごめんなさい私ねちょっとうっかりさんですからね。いやいやいや。でこちらがね、こちらはい、これが、ケネディの 28mm のサイズのドリップチップになりますね。これが1010ドリッジっていう、はい、810よりもさらに大きいタイプのドリップチップ。まあだからケネディ専用みたいなもんですかね。28mm サイズのケネディのね。はい。まあこちらはね、私残念なことに28のケネディを持っておりませんので、今ちょっとこう使うことができないんですが、まあこういう商品もあるということをね、まあ覚えておいてもらったら幸いかなと、まあいう感じですね。はい。はい、じゃあまずはね、こちらのタイプ1の、ノーマルから見ていこうかなと思うんですけど、まあ見た目はこんな感じになっております。ちゃんと唇加えるところがこんな感じでえぐれてて、で、ここにラインが1本、まあこんな感じのデザインになってると。で、ここがストレートタイプのものと、テーパーがかかってるタイプのものがありますよと。で、これがブラスなんですけど、バリエーション的にはね、ウルテムのものと、あとさっき、まあ後々ご紹介しますけど、このシップ用と、これが SS シルバーになるんですけどね。で、あと SS ブルーっていうのもありますね、まだ在庫が。で、まあ個人的にはね、ウルテムが結構見た感じ可愛いかなと思ってますね。まあ、気になる方はまた商品ページを、チェックしてみてくださいということで。んで、まあこれはちょっとつけてみましょうか実際。まあ、こういう感じで。これブラスのなんでね、せっかくなんで。色合わせてこのケネディの後前座にこうつけると。まあこんな感じになりますね。まあ初めからついてたやつがこういうストレートタイプなんでね。はい、こんな感じ。だから、うん。バランスはそんな悪くない。見た目はいいよね、結構。そんなに背も高くないですね。だからケネディのドリップチップと比べたら高さ的にはまあこんな感じなんで、うん、まあそんなに高さ自体はそんな変わらないけど、ここがこうカーブかかってるみたいに削れてるんで、まあ実物はちょっとこっちの方が背が低く見えるっていう感じですかね。はい、こんな感じ。これがテーパーバージョンで、こっちがストレートバージョン、こんな感じと。はい、こうですね。はい、じゃあちょっとね吸ってみようかな。ちょっとビルドしてるのがこっちのシルバーのケネディの方なんですけど、
よっこらしょ。まずストレートタイプからね、こんな感じです。じゃあいただきましょう。はいはいはい。じゃあ次テーパーの方でね、これテーパーがかかってる方で、はい、オッケーオッケー。まあ810なんでね、この K が結構ガツッと開いちゃってるんで、その510の時と比べて明確にこう味の濃淡っていうのかな、こっちのドリップチップに変えたらめちゃくちゃ味が濃くなったっていうほど劇的な変化っていうのは味に関してはそこまで私は感じないんですが、ただこのストレートタイプとテーパータイプというところでミストの広がり方がね、やっぱり違うんですよね。こっちは直線でこうビーってミストが出るのに対して、テーパーかかってる方はこうふわっとこう広がってるような感じは、わかりますね。はい。だからあとはもうこの唇のね、このえぐれてる部分があることで唇にこうフィットするという、まあ加え心地、そして見た目のバランスというところに関しては、まあオリジナリティが出せるんじゃないかなと、これをつけることで。はい。でじゃあ次はね、こちら、これショートバージョンの方ですね。これがノーマルと比べてまあ一段背が低くなってるよと、まあいう感じで、これでストレートと、テーパーとございますんでね、まあこれもちょっとこっちにつけようか、初めは。まあショートタイプこう、うん、これもね、かわいい。元のノーマルの方がこうですから、ノーマルがこうでショートがこうなんでね、まあすっきりしますね、見た目的にも。あーめーじーんぐれーすはーすーあーめーじーんぐれーす。さあ、気を取り直して、えちょーって言っちゃった。ちょっと吸っていこうと思いますね。さあ、それでは、ショートタイプ、はい、いただきましょう。はい、はい、OK。じゃあ次、テーパー。テーパー、いただきましょう。まあ、味に関してはね、ノーマルの、こっちとそこまで劇的に変化は、ございません。そして、まあ、テーパーの効果っていうのもね、まあ、さっき言ってたのとそんなに変わらないかな。ミストの出方がこうストレートにこうガッと入ってくるのとちょっと広がって出てきてる感じがするっていうぐらいの違いなんで、まあ、僕はどっちかというとテーパー割と好きですけどね。まあ、でもストレートタイプでも、まあ、悪くはない。まあ、510みたいにそこまで劇的に変わるみたいなことはないんでね、810の方は。で、ショートタイプとノーマルタイプに関しては、どっちがいいかっていうと、もうこれはね、まあ、つけようと思ってるアトマイザーとのバランスとか、まあ、それを見てもらってね、決めてもらったら、要は見た目で決めてもらったらいいのかなと思うんですけど。で、あとこれが、シップっていうアトマイザー用に作られたタイプ1のノーマルタイプ。タイプ1のノーマルタイプって言ったらなんか話がややこしくなってくるんで、もう一回言い直しますけど、こちらがシップ用に作られた、タイプ1のノーマルの810と、まあ、いうことですね。これは SS シルバーになっております。で、シップっていうアトマイザー持ってないんでわかんないんですけど、ここのね、ここ、接続する部分の長さが若干違うんで、まあ、シップっていうアトマイザーのサイズに合わせて作ったっていうことなんでしょうね。ここが長すぎたらはみ出したりしちゃうからね、アトマイザーによっては。だからショートにカットしてるよと。で、加えるところとか、K とかそこら辺は大きい変化はないんでね。まあ、ケネディにつけると、まあこんな感じね。まあ、ちょっと浅いですね、やっぱりね。うん、ここが短いんで、やっぱ刺した時にちょっと浅いんで、ケネディにはちょっと厳しいかもしれないね。まあ、つかないことはないけど、多分ポロッと乗りちゃうっていう。だから例えば、まあ、こういう、コンプだったらどうなんだろうね。シップっていうアトマイザー僕よくわかんないんですけど、あ、コンプでもギリやな。コンプでもまあギリつかんことはないけど、やっぱりここが浅いんで、まあ、SS って見た目はね、いいんですけどね。こんな感じで。ケネディとかにもぴったりなんですけど。まあ、アトマイザーによってはつくものとつかないものがあるんで、まあそこは気をつけてねっていう話ですね。ここが浅いんで。まあつくかつかないかわかんないから怖いなーっていう場合は、もうこっちの普通のノーマルタイプの方を買えばいいかなと思います。これぐらいあればこっちは間違いないんで、大体つくと思うんで。こっちはね、本当に繰り返しになっちゃいますけど、ものによってはつかない場合がある。まあ湿布 RDA 持ってる人はもう間違いないんでね。これでいいのかなと思いますけど。はい。お次がね、こちらのタイプ2、あーはい、こちらが、タイプ2のクリアというものになります。これテーパーかかってます。タイプ2とタイプ1比べてみると、背がかなり低くなっちゃってますっていうことで。で、ショートと比べてどうかって言われると、まあ、ショートとね、あ、ショートより低いかこれ。ショートよりさらに低くなってて、デザインも若干変わってますという感じですね。こっちの方がなんかシンプルになった感じですね。
こっち結構こうバコンとこうえぐれてたりとかしてるんだけど、こっちの方もね、こっちはわりかしね、こうスッとシャッとしてる感じになりますね。はい。で、こっちの空張りなんですけど、今あるやつだったらね、タイプ2はね、ブラスと、デルリンと、まあ、デルリンの黒ね、黒。で、あと、クリア。これ今、紹介してるやつね、クリアと。で、あと、ロジウムメッキっていう、まあ、ギンギラギンギラしたシルバーみたいなやつですわ、これ多分。多分ね、間違ってたらごめんよ。で、あと、ピンクゴールドという感じで、バリエーションありますんで、はい。で、こちら。こんな感じつけたら、あ、これ、いいなと思ってたんですよ、これ、見たときに。僕、クリア好きだからさ。クリアというか、うん。クリア好きだからね。これ、いいなと思ってたんだよね。ぴったりじゃん、これ。で、810はね、こういうごついやつとかね、背の高いやつでもいいんだけど、僕、割と810はね、背が低いやつ好きなんですよ。今持ってるやつとかでも、こういうね、ほら、ショートタイプのドリップチップ、割りかしつけて使ってるんでね、私は。こういう、これも、青いやつがショートタイプのドリップチップなんでね。だから割とね、ショートタイプ好きなんですよね。で、こういうシンプルなのがいいよね、やっぱり。いいよね。このクリアはいいなと思いますね。これおすすめですね。じゃあ、ちょっと吸ってみましょう。まあ、これデザインが変わってるんで、見た目が、の問題がかなり大きいと思うんですけど、あと加え心地ぐらいですかね。味に関しては、まあ、径も結構大きいし、まあ、今までのものとそこまで、大きい違い、ないんでね。ええ。そこまで劇的に味が濃いとかうまいってことわけじゃないですけど、まあ普通にまあ問題なく使えるという、ものになります。で、次がね、こちらのタイプ2のリングシリーズというものになるんですが、まあこれはね、もうその名の通り、ベース部分になるものに、こうやってリングをつけて使うというものになるんですね。で、ベース部分がね、この SS シルバーと、ブラスト2種類ございまして、で、リングがまたいろいろ種類がございます。まずね、買うときに、ベース部分とこのリングの組み合わせでまず1個買ってもらって、着せ替えしたい場合はこのリングだけ単体で売ってますんでね。単体で売ってますんで。まあそちらをまた買って着せ替えてみてくださいという感じですね。で、まあベースさっき言った通りこの SS シルバーとブラスがございまして、リングはね、どれぐらい種類があるのかっつうと、まず、今ご紹介したこれでしょ？これクリアリングの方ね。クリアリング。で、デルリン、黒いやつ。で、ブラスのリング、SS シルバーリング、で、ロジウム、アルミシルバー、ブラックメッキ、ピンクゴールド、24K と、かなり種類がございますんで、組み合わせは無限大に近いんじゃないかななんて思っちゃっております。で、今回ご提供いただいたリングがね、これがね、アルミだね。これがアルミタイプのもの。アルミのリングと、クリアのリングをご提供いただいたんで、ちょっとつけてみようかなっていう感じなんですけど、まず SS シルバーにアルミつけたらこんな感じね。まあシルバーとアルミなんで若干色合いは違いますけどこんな感じ。で、クリアリングをつけたらこんな感じと。こんな感じ。OK。だからこのシルバーに黒つけるんでもいいし、ピンクゴールドとかでもいいしね。まあワンポイント変えることができるんで、まあアトマイザーとの組み合わせとか、まあ色々考えて、つけてみてもらったら面白いのかなと思います。で、こちらが、ブラスにアルミのリングをつけたらこんな感じ。で、クリアのリングをつけたら、こんな感じと、まあ、いうことで、はい。ちょっと、つけてみようかな、まず。やっぱりね、ショートタイプ欲しくなんのよ、やっぱり。こういう感じで。あ、かっこいいね、これも。かっこいいじゃん。こういう感じで。で、クリアをつけたら、まあ、こんな感じだね。クリアつけたらこんな感じ。うん、悪くないね。なんかいいよね。ぴったりじゃん、これ。まあ、いいね。いや、タイプ2いいな。タイプ2のこういうショートタイプとか、やっぱりこういうリング交換できるとか、まあ多分そんなにリング何個も買ってね、組み合わせたりいっぱいはしないと思うけど、こういう遊び心があるっていう設定がそもそもいいよね。で、ちょっと、こういう感じでね。まあ例えばシルバーだったらこんな感じになるし、あ、これもいいやん。ええやん。素敵やん。やっぱショートタイプがテンション上がりますよね、僕は。こういうタイプ1の声心地がいいやつでも、まあ、これは本当に好みなんでね。私が今言ってることはもう本当に当てにならない、完全に個人の好みの話をしてますけど、こういうタイプも悪くないけど、やっぱりショートタイプのこのスッキリ感がいいよね。いい、かわいいよ、これ。で、アルミをつけちゃうと、どうなるのか。アルミつけ、もう歌わないよ。もう歌わないよ。アルミをつけると、こんな感じ。うん、いいね。いいよ。かわいいよ、君。さあ、じゃあちょっとこれで吸ってみましょう。うん。
まあ味はさっきから言ってる通りですね。でもう本当にこの見た目というか、いいかな、バランスすごく良くなって可愛いなと思います。でもうこういうショートタイプになっちゃうと完全にトップキャップに唇ついちゃうんでね。まあだからトップキャップに唇つくのがちょっと嫌だっていう場合はちょっとこういうのは合わないかなと思うし、まあこういうタイプのものでまあするという感じになるのかなと思うんだけど、まあでもやっぱり80ぐらいになっちゃうとね、こういうサイズとかこういうものでもトップキャップに唇はついちゃうんで、もう唇はつけて吸っちゃいましょう皆さん。なんなら僕ここまで加えちゃうしみたいなね感じですけどね。はい、もう何の話してんだって感じですけど、まあこうやってね、いろんな種類の810のドリップチップもございますよと、まあいうことですね。であとこれもう本当に持ってないの申し訳ないんですけど、これ28ミリ用のケネディの、ものもございますんで、まあタイプ2なんでね、まあ、28ミリにタイプ2を乗せたらまあこんな感じになるよというイメージ、まあ、これが28ミリになったらこんな感じで乗るよっていう感じで思ってもらったらいいのかなと思いますんで、はい、まあ、ということでね、まあ興味ある方はチェックしてみてください。やっぱりね、なかなかね精度もすごくいいんですよ。このペーパーの部分のとかこの中のね、ここら辺見ててももうツルツルやしね、もう切削した跡とかも全然わかんないし、ここら辺とかも多分すごい丁寧に作られてるんだろうなと思うし、本当にあの品質という点に関しては、もうかなりいいんじゃないかなと思います。で前回のドリップチップのレビュー動画の時にも言ってたんですけど、岩井さんの方でね、煙さんのドリップチップの福袋、販売してますんで、まあ必ずドリップチップが1個入ってるやつとか、3つ入ってるやつとかね、で当たり付きのやつとかまあいろいろございますんで、まあそこら辺も興味ある方はチェックしてみてくださいと、まあ、いうことです。はい、で私のね、あのブログの方にまた今回ご紹介した商品の詳細とか、ベープショップ以外さんの詳細なんかを、書いておきますんで、まあ興味ある方はまたチェックしてみてください。ブログの方はね、概要欄から飛べますんでね。はい、まあそういうことでね、全部で3本にわたってケムリさんのドリップチップをレビューしてきましたが、いかがでしたか皆さん。参考になったかな、参考になった人もならなかった人も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではさいなら。